超大型の台風21号は昨夜東海地方に最接近し、道路の冠水や住宅への浸水など各地に影響が出ました。台風21号は降り始めからの雨量が三重県尾鷲市で796ミリ、名古屋市で 229.5ミリなど各地で記録的な大雨となり、1人が死亡、7人が重軽傷を負い、浸水被害が東海3県で合わせて51棟ありました。台風から一夜明け、こちらご覧のように川のようになっていますが、実は道路なんです。今も私の膝ほどまで水が来ています。ご覧ください、こちらでは強風にあおられてビニールハウスが飛ばされています。三重県伊勢市では強風でビニールハウスが飛ばされたほか、交差点には昨夜水没した車が残ったまま。さらにこちらのコンビニエンスストアでは突風の影響でドアのガラスが粉々に割れてしまっています。キーしてたらもうパリンって本当に音とともに割れてまして、もうすっごいなんかほんの一瞬の出来事でした。また1階が浸水した近鉄宇治山田駅では始発から運転見合わせが続いていましたが、午前10時頃に運転が再開されました。東海地方は午後も風が強く波が高い状態が続くため、引き続き警戒が必要です。